こんにちは、ヤヒロです、今回はサーブのまずはこうしてほしいっていう動きと、そっからどうなっていくんだ、パワー型っていうことで、お話をしていこうと思います。まあ、この動画1本見ればとりあえず、あ、ここからこのスタート地点からこういう感じのゴールになっていくんだなっていう道筋が見えるんじゃないかなと思うので、まあ、そういう動画をちょっと1本作ろうかなと思っています。まあ、短い時間でできる限り、まあ、分かりやすく説明していこうと思うので、ぜひよろしくお願いします。じゃ、そんな感じですね。まず、スタート地点、ここからやってほしいなっていうサーブがあります。それはいつも僕がやるテイクバック完了っていうのが、このつぼみっていうのは何かっていうと、左腕、右腕、ラケットでこうつぼみがあるような、これ鼻開いてます。こうなった時に左手とラケットで鼻開いてるようなこんな感じではなく、ラケットの先端と左手が近いようなこういう状態作れるかな。で、そこからの話です。これができて、構えからこれができたと仮定して、これができた後どうなるかっていう話をしていこうと思います。まず右腕はまずスタート地点としてやってほしいのは、今、右胸を開いてて右腕をしっかり引いてます。でもラケットは引いてないというか出してますよね。で、この状態から腕を、右にある腕を前に持ってきていただきたい。これはラケットの場所、今ラケットが前にあったのが後ろに行きました。僕の頭よりもこっちにあったんだけど、ラケットはこっち行ったよねっていう状態です。こうなったんだけど、ラケットは軽い。ラケットの重心がここにあるとして、この重心の位置を支点にこう入れ替わったような感じ。これが軽い。あの、フォアハンドでもいいんですけど、あのラケットを早く振りたいなら、腕を全く回さずに打つよりは腕を回した方がラケットを早く振れるので、腕を回したいんだけど、これは軽いんですけど、こうなるとめちゃ重いですよね。手首を支点にラケットが暴れると、もしくは肘支点に暴れるのも重いかな。肘支点に暴れると重たいので、ラケットの重心を支点に自分の腕を浮かしてあげると軽いですよ。この軽い状態から、まずちょっともう一回、この軽い状態からボールを触れるかなっていうのを、スタート視点として考えてほしい。番号で言うと、これが1だとしたら2番に集中していきます。2番、1番、2番、2番がちゃんとできたら、もうあとは普通っていうか何でもいいです。2番ができたならどうなってもいいっていうのが一番最初のステップなんですけど、1番から2番ができたのであれば、じゃあ次交渉してなっていうのは、1番から2番ができて、その後3番、1、2の後、腕を高く残した状態でラケットをお辞儀させます。ちょっと見せると、1、2、3、腕を回しました。腕を1番から2番で回して3番目を回しました。こうするとラケットは前に向かって下に向かって加速をするので、ボールを上から下に、まあ、打ちやすくなります、ざっくり言うと。で、じゃあこれがどうなりたくないかというと、1番から2番で3ですね。よく見るとやってほしいのは1、2、3、やりたくないのは1、2、3。腕を下ろしてラケットが降りてきてない状態になるとよくない。まあ、ラケットは加速をしてないので、当たるところで加速をさせるためにこういう状態をつけるから、1、2、3っていうのを、つけるから、まあ、今みたいに失敗しても構わないので、自分の動きがちゃんとなってるかなっていうのを確認しながら、練習ができればと思います。で、まずはやってほしいバージョンで、じゃあ左手もちょっと一応言っときたいので、まずはこれやってほしいっていうのが、1、2、3、1、2、3。左手は、トスを上げました。その後手のひらがボールの方に向いたような状態から、もう一回手のひらが上向いて下ろしていきます。1、2、3で、それをした時に、今ちょっとちらっとやったんですけども、左
左の手はフォアハンドと一緒で、左手は残している方が体の開きを抑えたり、体の傾きをキープしてくれたり、まあ、いろんな役割があるので、左手を残してて、できる限り残してって打球できるか。で、最終にはちょっと変わるので、そこはお話していくんですけども、この時にやっとしのは1、2、3なりました。この時に今、両腕とラケットでスペースができました。こういうスペースが、このスペースを作れるか。1個目のスペース、つぼみ1、2番から3番でまた2個目のスペースができます。この状態は何のサーブかというと、フラットでもスピンでもスライスでも変わらないので、フラットでいくとこんな感じ、スライスでいうとこんな感じ、あ、違って、今腕を残すの忘れてました。もう一回スライスで言うとこんな感じ、スピンで言うとこんな感じ。パッと見全部一緒じゃないって思うかもしれないですけども、棒の触り方を変えました。フラットは、まあ、もちろんフラット、なるべく厚い値で、スライスはちょっと横に触りました、スピンはちょっと縦に触りました。触り方を変えただけで、途中を変えただけで、最初と最後は変わらないので、そんな感じで、意識できれば、つぼみを作って右の肩を動かして軽い腕、その時左手は少し落ちます。そこから右腕を高く残してラケットをお辞儀できるか、両腕とラケットでスペースができました。これが、まずは、まあ、簡単サーブとして、考えていられる、簡単サーブというか、まずはこれを、習得していただきたい。もちろん別に今は僕はサービスラインからやってますけど、もっと近くでもいいです。もうすごい近くで、ボールの良し悪しは判断しなくていいので、自分の体の動きの良し悪しに、集中していただいて、頑張っていただければ。じゃあその後パワー型はどうなるか、まあ、実際にはちょっとまだ説明足りないですけど、まあ、今回はざっくり、お伝えしていこうと思います。パワー型の場合どうなるか、どうなのか、これ一緒、テイクバック完了が一緒として、ここから、パワー型の場合、体の回転が入るので、右腕を完全に出すというよりは体の回転の後に出てきます。1、2、3、4、1、2、3、4っていう感じです。体の回転によって、一旦腕が後ろに取り残されたような、取り残された後出てきて曲がった、取り残された後出てきて曲がった、右胸張ってます、さらに右胸張られます、その後、右胸が縮まって回ります。ちょっとそういう感じで見ていただいた、タイムラグが少し起きる状態です。ボールがちょっと引っ張った、もう一回いきます。そう思いながら、ね、右腕が右の胸が伸ばされて回されます。これは何が起きたかというと、地面の蹴りですね。足の曲げ伸ばしによって蹴られた、蹴ったことによって回された、回された反動が出てくると思えば。でその時に、右腕はちょっとそんな感じで、ちょっと細かく言うとちょっと大変になるので簡単に言うんですけど、右腕だけ集中して見ていただくと、地面の蹴りによって体が回転させられて、回転させられた体を止めたから腕は加速した、そのためには顔が前を言った上を向いている、この状態から地面を蹴って体を回転させて打点に顔を残す と、高いところでラケットヘッドが加速をしてくれるので、まあ、そんな意識でやってみていれば。で左腕が、ちょっと難しいので、ちょっと実際やります、まあ、そのための練習方法は後で伝えます。この状態から左腕、この状態から左腕、こうなります。こうなります。これは過去にも説明したことあるんですけども、このトサエドさっきの簡単バージョンだったら、手のひらを上に向けてこうするだけでいいですよ、これだけでいいって言ったんですけど、実際にはこの後さ、この後さっきは体の前でただ落としただけみたいな、こうしただけなんですけど、
これ体の回転が入るのでこうしたいんですよ。右の肩を内旋させながら内回し、内回しにして外回しにしながら出す、こういう感じ。これ難しいと思うんで、ざっくり言うとあのなんですね、上に向かって平泳ぎしたような、上に向かって平泳ぎしましたよみたいな、まあ、平泳ぎだったら本当はこうなるかもしれないですけど、とりあえずこういう感じ、ぐっとこうなんですね、まあ、水をかく、空気をかくみたいな、そんな感じ。そう思いながら見ていただいて、後ろからは入りづらいかな。書いた後に帰ってきます。その時に結局一緒でこのスペースは一瞬できます。実際にはスペースができた後は落としていいんですけど、このスペースは作ろうかなと思ってみてる。これを意識するあまりになる人が多いのはこうしたいのにこうなっちゃうと左手はもうただ背中に左に行ったみたいになっちゃうこともあるので、そこは注意していただきたいんですけども、回旋させつつ帰ってきたな。でこの練習の一番いいところは、いいところじゃない、この練習の一番いい方法は、ボール投げです。あのラケットがあるとややこしいので、ボール投げでぜひ練習してみていただきたいので、まあ、ちらっと紹介します。ボール投げの、まあ、詳しいのはまたちょっと後日話していこうかなと思うんですけども、ボールを投げるときにやってみてほしいのはまずこれ、じゃあ体右向き、左ではじゃあ前っていうのは投げたい方向で、右腕は、まあ、こういう状態で、この状態からこれ左手1、2で3、1、2、3、1、2、3、1、2の時に右胸が伸ばされます。右胸伸ばされました。伸ばされたのが跳ね返ってきた。こうなる。これ実際にじゃあ子供とかにボール投げてみてってなったら、自然とやってる子供は多いと思います。なんですけど、ボール投げをしてし例えばじゃあ子供を例に挙げると、ボール投げしてればこの動きっていうのはそんな意識しなくても勝手に覚えるだろうっていう方もいると思う。そういう方も実際いると思うんですけど、勝手に覚える方は別にそれでいいと思うんですよね。勝手に覚える方はほっといていいというか、もうそのまま やらしとけばいいんだと思うんですけど、ボール投げをしても勝手になんない方がいます。それは例えば5年配の女性とか、5年配の女性でボール投げを経験してない方っていうのは、経験はしたことあるけどちゃんと教えてもらってない人は、砲丸投げのようにこう肩と肘の伸ばしだけで投げるようなこうなっちまう方が多いので、右の肩をこう回しながら、左の肩を回すっていう動作はちゃんと教えないとできません。ちゃんと教えればできるんですけど、ちゃんと教えなかったらできないので、そのできない人のことを考えてほしいんですよ。棒投げしてれば勝手に覚えるよ、サーブも全力で打ってれば勝手に覚えるでしょとか、はい、そういう方いると思うんですけど、それはなんていうかな、できない人からするとそんなのできないので、必ずできない人もできるように動き方をちゃんと伝えて、その動き方をちゃんとやれば必ず全員できるので、そこに関してはちゃんとコーチが教えてあげないといけないかなと思ってます。はい、まあ、そんな感じで、今回は、丁寧なサーブと、まずやってほしいサーブと力強いサーブの、まあ、違いというか、こういう風になっていきますよという話でした。まず丁寧にやる場合は1、2、3、まあ、動きを見ながら復習です。まずは丁寧、ラケットの重心を視線に腕を浮かしながら軽く回したり、軽く回してつぼみを作りたい。パープバージョンはそこに地面の蹴り、体の回転が入ってきて、そこに両方の肩の回線が入っています。まあ、ややこしいんですけども、そんな意識で練習すれば、でその難しいバージョンのサーブを覚えるためには、ボール投げが、まあ、おすすめなので、こういう感じで投げれるかなと思って、練習ができると思います。じゃあその感じで、今回の動画終わります。参考になった方はいいねとコメントと、チャンネル登録のぜひよろしくします。2023年の目標はチャンネル登録者1万人か
チャンネル登録者1万人を目標として頑張っているので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。で、あとは、なんだっけ、毎朝4時に、ボイシーの方も更新しております。皆さんのコメントだったりは、そちらの方で読んでます。あとは僕のこう考え方、気づきだったりを、お話しているので、そちらの方も参考にしていただければと思います。じゃあ、そんな感じで、今回の動画は終わります。また次の動画で、お会いしましょう。ありがとうございました。あなたのテニスが、より早く、効率よく、レベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていう時間とお金がすごくかかるんですよね。なんでそういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国にはたくさん悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、まあ、そういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。